にちは、クレイジーハネムーンのリキアです。今日はですね、食い倒れツアーに行ってこようと思います。まあ言うてね、僕らあんまりご飯食べない方なんですけども、なんでそんなツアーをするかというとですね、以前動画で紹介したラオス人のナンさんがですね、フランスに帰ってしまうんですよ。なので、今日明日に帰ってしまうということで、今日一緒に、お店に行ってご飯を食べるって約束をしているのと、あとですね、よく僕の動画で出てくる、メキーさんっていうね、ハンバーガー屋さんを経営していて、かつ地元のローカルストアかを経営している、まあ、お友達がいるんですけども、その彼のお父さんがですね、この島で一番古いレストランっていうのを経営してるんですね。この島どころかもカーボベルデの中でも本当1、2を争うぐらいの古い歴史のある、レストランを経営しているということなんですけども、そこにですね、今日ぜひ行かないかという話をいただいたので、それが両方とも重なってしまったので、まあ、がっつり昼も食べてがっつり夜も食べるということで、まあ、食い倒れツアー的な、ね、ことをしていこうと思います。はい、ということで今日はね、僕らがひたすら食べる動画になると思うんですけども、ぜひ最後まで楽しんでください。Yeah. Baba, Baba. Baba. かわいいのがいる。おお、トムヤム？No. No. For? クイティオ。クイティオ。ええ、美味しそう。うまそう。Looks nice. Yeah. スパイシー。This one. Here. ああ、アロエ、アロエ？No. あ、No, No, No.I want apple. Like this, you know? Ah. Oh, nice. Thank you. はい、いただきます。お腹減った。お、太麺だ。これは4ですね。いいね。で、そこの変な葉っぱを入れたらしいです。パクチーも入ってる。最高。チキンだね、ベースは。いただきます。ベトナム。うま。This is Vietnam.He is Vietnam. Vietnam. Wow, very nice. I love, I love. Thank you. めっちゃうまい。トムヤムっぽいな。トムヤムって言ったらさっきちげーよって言われたけど。うん。これ的にはトムヤムって感じ。チリもちゃんとね。俺ら辛いの好きって言ってるからね。うん。やばくない？やばくない？これマジでうまいな。これやばいな。これ毎日食べたい。これはやばいな。めっちゃ美味しい。本気でうまいね。うん、本当に美味しい。速攻で食べ終わった俺。うん、早かったね。一瞬、一すりで食べた。止まってなかったもんね。あ、うまかった、マジでうまかった。どんな水？お魚乗ってる。パパイヤ。美味しそう。パパイヤ。Thank you. What's name?サラスパパイヤ。サラダパパイヤ。美味しそう。はい、2目はこれも多分ソムタムの魚バージョンみたいな。この前とちょっと違うね、なんか。全然違うでしょ。なんかソースとかもそんなにかかってない感じかな。パッと見ね。で、上に揚げた魚かな、白身魚が。ベトナムっぽいな。うん、これ乗ってる。この魚が気になるからちょっと魚行こう。うん、白身魚。うん、美味しい。揚げてる、やっぱり。なんだろう、音聞こえたもんね。味付けがね、結構しょっぱい。レモングラス入ってる。ナチュラルアロエ。Yeah. ナイス。アロエ何に使うんだろう。 Very good for the health. Yeah, yeah, yeah. You know that? Yeah, of course, yeah. おー、うまそう。すごい。Apple, banana, orange, and aloe vera. Aloe vera. あ、氷も入ってる。ね、いただきます。
天然アロエ。ね、ね、庭から採取した。ナチュラルアロエ。うん、おいしい。アロエ。うん。It's first time. Yeah. おいしいおいしい。あの。Never, never. Never, never. Never natural. Ah. うんうん。Box. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah. なんかよく日本にあるやつは、うん、シロップかなんかにつけて甘くなってるけど。これは本当に甘さ控えめ、うん、めっちゃ美味しい。 Do you miss Vietnamese coffee? Because it's very... I don't coffee. No? I don't know coffee was it. I don't have... I don't like to drink. I never drink. And I have problem with heart. Nasa, obrigada. Okay. Thank you. And can I pay?1,000 to 1,100.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  1,100
2 months is enough. Yeah, enough, enough. So I've been to Ho Chi Minh, Hanoi, yeah. Da Nang, Hoi An, Hue. Oh, beautiful Hue. Halong. Halong, Ben Halong. Halong Bay. Very nice. Yes, I sleep 2 nights in the boat. Uh-huh. Beautiful. Yeah. For honeymoon, beautiful. Yeah. Okay. Crazy honeymoon. Yeah. Oh, right. So thank you very much and hope to see you on Sunday. Yeah. I send the message. Okay, thank you. Ciao. と最近よく YouTube に出てくるメイキーさんのお父さんがレストランを経営しているということ で今日ねあのお父さんがねぜひ来てほしいということで今から向かっています。なんかねカーボベルデじゃなくてこのサル島で一番古いねレストランみたいです。チャオオラグッドアユ。そして今日はねこの空の色がめちゃくちゃ綺麗なの、青と紫のね、そうすごい綺麗でいい感じです。はい、ということでもうアメリコス着きました。入っていきましょう。はい、レストランの中入ってきました。私たちが想像してた以上にすごいしっかりした綺麗なお店で、なんか私たちねそれを知らずに T シャツで来ちゃったからなんかちょっと浮いてるみたいなぐらい、これやばくね、これカーボベルデ代表のそう、ちょっとね浮くぐらい周りがちゃんとしたレストランだけども、店内すごい綺麗でインテリアもすごいねおしゃれだし、大きい画面に音楽もずっと流してて、でワインの種類もあの半端じゃないぐらい、やばいね、そうあのワインセラーかなって、赤ワインは置いてるっぽいね、やっぱり常温で。これからどんな料理が出てくるのでしょうか。ちょっと今思い出したね。思い出した。系統はかなり近い。はい。はい、では2品目届きました。この、 あの牛肉とポークかなのミックス、お肉のミックスが来ました。で、あの割かし私たちってそんなに食べるキャラじゃないんですよ。でもこれが通常の量なのか、あの特別サービスをしてくれたのかわかんないけど。まあ、食べきれるか不安な量が来たね。すごいね。うまなんじゃこりゃ。イギリスの超大手メディアロイター通信という、ね、多分聞いたことある方多いと思うんですけども、そちらの、ね、会社の方からですねインタビューがあります。3、2、1、はい、3、2、1、はい、おー、ダメだ、オッケー、オッケー